あなたは生きるのよ。これより脳と脳を仮想ケーブルでつなぐ。訓練とは比べ物にならない痛みだが耐えろ。システムオールグリーン、ザスケーブル接続開始。よし、貴様はいけそうだな。この適正試験で貴様の配属招待が決まる。しっかりやれ。了解。
本人と確認。これより怪異討伐軍幽体適性試験を開始する。怪異を全て討伐せよ。行こう。ぐらい。
調子で行こう。やっ、よし。直した。よし、これで訓練過程は全て終了した。明日からは貴様も海抜軍の正式隊員となる。その前に訓練生には24時間の自由行動が与えられる。明日の正式着任を前に体を休めておけ。了解しました。お疲れ、ユイト。試験どうだった？ナギ、お前大丈夫だったの？大丈夫って試験か？まあまあと絶好調どっちなんだよ。サスケーブル接続の時きつそうだっただろ。あれめちゃくちゃ痛かったよな。でもしばらくしたら慣れてきてなんとかなったぜ。軽いな。でもなぎらしいか。これで俺たちも明日から憧れの海抜軍か。なんだか信じられないよ。うん、そうだよな。なんだよユイト、反応薄くね？いや、俺だって嬉しいよ。言っただろ、子供の頃海抜軍の人に命を助けられたって。だから俺もその人みたいになりたいって思ったんだし。でもなんだよ。最近思うことがあるんだ。本当にそれだけでいいのかなって。せっかく助けてもらった命なんだから役に立ちたいし、もっと大勢の人を救う方法があるんじゃないかってさ。おいおい、人間一人にできることなんて限界があるんじゃないか。俺たちは海抜軍になって怪異と戦う。まずはそこを一生懸命にやらなきゃだろ。そうだよな。俺なんとなく不安になってたのかも。まずは一人前の海抜軍にならなきゃだよな。ナギ、ありがとう。大いにありがたく思ってくれたまえ、ユイト君。ところでこの後スメラギ寮に報告に行くんだろう？
ご先祖様にいちいち報告するなんてめんどくせえよな。まあそれだけじゃないんだけどな。今スメラギ寮がバッキーちゃんとコラボやってるんだ。は？スメラギ寮ってユイトの家のお墓だろ。いくら観光名所になってるからってコラボとかすんの？結構やってるらしいよ。そういうのは親父たちが決めてることだけど。あ、そうだ、親父と兄貴にメッセージを送らないと。どうせまた親父さんからは返事来ないんだろ。いくら海抜軍にしたくなかったからって冷てえよな。評議会とかに出てる時は笑顔振りまいてんのに裏表ありすぎっつうかさ。そりゃ裏表あるのは政治家だから。それに俺も定型文みたいなメッセージしか送ってないし。あ、もう兄貴から返信来た。なんだって？お疲れ様、頑張ったな、だって。スメラギ本部長直々にお褒めの言葉かよ。昇進間違いなしだな。お前バカにしてるだろ。兄貴が海抜軍の本部長だからって便宜図ってくれるわけじゃないからな。分かってるって、悪かったよ。本当かよ。だったらバッキーちゃんコラボでおみくじ引くともらえるバッキーちゃんの悪キー。了解了解、俺もおみくじ引いて悪キー譲る。譲ってやるから、その後でナンパ付き合ってくれよ。ユイトが一緒にいると勝率高いからさ。はあ、それ結局お詫びになってないじゃん。そんな昔からあったっけ？それくらい俺の遺伝子レベルに訴えかける可愛さってこと。